NMB48 に新加入する5期生10人が28日、大阪市内の NMB48 劇場でお披露目され、チーム N に所属する上西めぐみの妹、上西玲と、昨年4月に卒業した山田奈々の妹、山田すずの加入が発表された。AKB48 グループ全体では、SDN48 に双子で在籍した夏子と秋子以来の姉妹メンバーの誕生となる。10人はチーム B2 の公演開始前にステージに立ち、ファーストアルバムの表題曲、てっぺん取ったんで、お披露、山田の音頭で、これからも私たちの応援、よろしくお願いします、と挨拶し、ファンから歓迎の拍手を送られた。続く自己紹介で半江西が、滋賀県出身、と明かしたところで、ファンは即座に反応、一期生として在籍。する上西の妹と察知した様子で、おっと歓声が上がった。山田、上西とも自らアイドルを志願してオーディションの受験。山田は姉の奈々から、とても厳しい世界で、プレッシャーに耐えられるかわからないよ、と忠告されたが、この日は、ちゃんと頑張ってきなさい、と励まされてステージに上がったという。上西は、最初はうまくいかなくても、諦めなければ他のメンバーを抜かせるから、頑張りなさい、と進言されたという。山田の姉は甲高い声でメンバーからもからかわれることが多かったが、妹のすずは意外にも普通の性質、私はちゃんとした声です、とアピールし、さらに、お姉ちゃんには勉強だけは負けてません、と胸を張った。上西は優等生の姉と同様、誠実な受け答えを連発、自宅では優しいです、と今後一緒に活動する姉を持ち上げていた。二人の他に加入したのは、キャプテンの山本さやかに憧れて加入したという兵庫県出身の山本さやか、京都府出身の小学6年生、溝川未来ら、埼玉県、愛媛県の出身者も初めてメンバーが加入した。